でしょうか？これよく見るとですね。ここに。正吾さん、皆さんこんにちは。ギター修行中のグラです。今日は浜田省吾さんのシングルトゥビキッシングの cd ジャケットについてお話ししたいと思います。こちらが cd ジャケットです。はい、ぷっくりとした可愛らしいハートに。 フォークが突き刺さっているという衝撃的な感じですよねはい中を開いてみます中を開くとしょうごさんがいてあときっとしょうごさんだと思うんですけどハートを落としそうになっていますで、そしてこちらが裏表紙ですはいしょうごさんがハートを 受け止めているきっと落としそうになったハートを必死で受け止めたっていう感じなのかなとぐらには思えましたはい、はい、でこれですねこの CD の中に歌詞カードが入っていたんですけれどもこちらが歌詞カードですはい表紙ではこんな感じさっきのぷっくりとしたハートがいくつもありますね はい、たくさんありますそしてその中のいくつかは穴が開いてしまっている。はい。ね、中を開いていきたいと思います。よいしょ。はい、こちら1曲目2曲目というふうにリストになっています。でこの次のページがですね「TobiKissing への歌詞」ですね。で次のページがもう一曲の「真夏の路上」。 そしてこれが裏表紙です、はい、もう一度 To Be Kissing You の歌詞のページを開きたいと思うんですけどはい、こちらよく見ますと翔吾さんがハートを拾っているような写真ですねきっとこれは少女との出会いを表しているのかなとグラは思いましたそしてこの手前のドアップで写っているフォーク これはグラはデザートフォークなんじゃないかと思うんですけどもこの少女のすぐ近くにまで少女を狙う存在が近づいているというとっても危険な感じがしますよねはいもう一度 CD ジャケットに戻りたいと思いますはいこちら皆さんご存知でしょうかこれよく見るとですね ここに！正午さんがいるんですよね。はいでよく見ると倒れている。正午。さんのような気がします。はいで、これをちょっと縦にしますとですね。どうやらここがなんか？建物がこう並んでいる感じ。ビルが並んでいる感じがして、そしてここが道路のように。 これはきっと歌詞にある都市の歩道って書いてあるんですけどもそんな場所に省吾さんが倒れているのかなと思いました。はいでこのハートなんですけど本当にぷっくりしてて可愛らしいんですけどもどうも材質がステンレスのようにとても硬くなに見えます。はいでその硬そうな この中にお皿は見えませんからこの突き刺さったハートがフォークが突き刺さったハートが宙に浮いているように見えますからまさに今まさにこのハートが誰かに食べられようとしているそしてこの少女を祥子さんは助けることができなかった っていう感じがグラにはしましまた、はい、それからこの後ろの真っ赤な色なんですけどグラははじめ歌詞にある奔放なパッションっていうこのパッションを表してるのかなと思ったんですけどもこの「To Be Kissing You」が収録されている省ゴさんのアルバム「Save Our Ship」 こちらがその CD ジャケットなんですけど、同じように真っ赤なんですね。はい。これはきっととても危険です。危ないってことを表している赤なのかなと思いました。はい。とっても衝撃的ですけれども、素晴らしい CD ジャケットですよね。はい。今日は浜田翔吾さんのシング ビキッシングユーの CD ジャケットについてお話しさせていただきました。